も今後いろんなこうあの船を作る、新造を作るっていう話になりましたら、やはりその自立航行とバッテリーでプロペラを回すっていう風な方向で少し行けばですね、環境に対して非常にあのいいのではないかなと思っております。ちょこちょこ皆さんの船に乗らせていただいて、ぐっと成長して、横須賀も負けてられないという思いでいます。今日もすごくこういろいろなこう小林さんも含めて、角度からの提案もあったりして、すごくこう内容が濃い、サミットになったんじゃないかなと思います。案内に水上さんと2人でコラボしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。昭和12年11月4日戦艦大和建造改称されました。その時は名前が付けられていなかったため第1号艦というふうに呼ばれておりました。その約3年後、昭和15年8月8日に進水命名式というものが行われまして、その時初めて大和というふうに呼ばれました。私あの今ご紹介を伺いました横須賀から、やってまいりました。 660km 離れております。でその横須賀という町はですね、あの東京湾という物流の要になっている広い海域がございまして、でその海域内に1日平均で500隻ぐらいの大小問わず大きな船が出入りをしております。まあ、なので皆さんこれ左手側ご覧いただきますと、水色の大きな船が目立っているのですが、これ横須賀でこんだけ間近にこんな大きな船見られることってまずないんですよ。というのも横須賀の港にはこういった造船所っていうものはあるはあるんですけれども、我々が普段やっております横須賀運航巡りという航路の中では出会うことができない場所になります。ここからですね見ていただく船なんですが、ちょっとですね皆様の目の前に見ております、先ほど水上さんの方も言われておりました、こちら護衛艦のさざ波という船で、実は昨日久しぶりに戻ってきました船です。そしてこちらのさざ波のこの後ろ側見ていただきたいんですけれども、後ろにですね船の名前が書かれております。そのすぐ横、ラッパの口みたいなものが2つ取り付けられておりますが、こちら猫へ繰り出し口と言います。またご案内いたします。ちょっとここでどうしても水上さんにご案内していただきたい船が一隻おります。すいません、打ち合わせでは完璧だったんですがご容赦ください。左真横、皆様旗風っていう船をごめんなさい、ご覧ください。この旗風という船はもともと横須賀に配備されていた護衛艦というタイプです。ただ護衛艦の任務を全うした後、練習艦っていうタイプに変わりました。練習艦というのは海上自衛隊の幹部を目指す人たちがこの船に乗って訓練を行う船のこと。でちなみにこちら旗風、私も聞いてびっくりしました。今年限りで引退が決まっているそうなんです。で建造されたのが確か昭和61年だったと思いますので、実は私のちょうど一つ上の先輩であることから横須賀配備ということもあって、とても思い入れの深い敵なんです。ギリギリぐらい見ていただきますと、勢いよく水が噴射している箇所何箇所かありますね。でこれは船というのは車と違いまして、エンジンを冷やすときって海水を使います。車の場合は空気でエンジンを冷やすんですけれども、船は海の上を走っていて、海ってすごい便利ですね。冷たい海水を体中にぐわっと巡らせて発電機だったりエンジンを冷やすという役割を行うんです。でそして前の方で撮っていただいてます、ありがとうございます。でまたこれだけ間近に海上自衛隊の艦船をご覧いただけるとやっぱり船の魅力なんですね。で横須賀行ったことあるよという方はぜひこういった距離っていうのにもじっくりと注目をいただければなと思います。そしてさらに左手前方方向にもまだ2隻ほどですか停泊をしているのですが、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。サミットも3回目ということで、たくさん知り合いができまして、もうみんなだんだん親しくなってきましたので、非常に実行力のあるお話もできましたし、まあ、これからまた夜にかけてですね、いい話ができたらと思ってます。ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。ご当地サミット、知り合いがいっぱいできまして、他の港の魅力も知ることができました。
私たち佐世保の方も魅力を上げていきたいなと思いますので、これからもご協力いただければと思います。よろしくお願いします。自分自身皆さんの運航クルーズ乗ったことあって、いいところがかなりたくさんあるので、まあ、自分の運航クルーズも含め、まあ、旧運航で皆さんの運航クルーズがますますお互い協力し合っていって発展していったらなと思っております。今日は本当にありがとうございました。まあ、横須賀、呉、舞鶴、佐世保、それぞれこの1年間、前回のサミットがいろんなことに取り組んでるってことが分かりました。で、今後この各4都市がうまく連携してもっと大きくなっていけたらいいなと思っています。はい、今日はお疲れ様でした。